マントファスマ、または、かかと歩きは、節足動物も昆虫綱マントファスマ木に属する昆虫の総称。2001年に、ドイツのオリバー・ゾンプロラは、琥珀の中から発見した化石個体を調べて、最初のマントファスマ類の昆虫を新種として発表した。その後、同じ特徴を持つ昆虫が、20世紀初頭に生きている状態で採集され、すでに、 フンボルト博物館に未童貞、7種類の標本として保存されていることが分かった。それらの昆虫の特徴は、従来のどのグループとも異なっていたことから、マントファスマ目が昆虫砂に属する31番目の目として、2002年に新たに記載された、ガロアムシメトキンエンである。それぞれを、ガロアムシア目マントファスマア目とし、合わせてヒハネメとすることがある。 現在までに知られている種は酸化八族、熱帯アフリカに分布する、死神与のバルチックアンバーから発見された。ありがとうございます。